第840回9月18日日曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヨハネによる福音書21章5節6節。イエスが子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。神の導きを感じることが難しい時にも、イエスは近づいてきてくださいます。漁をしても魚が取れなかったペテロたちに、子たちよ、何か食べ物はあるかと問いかけて、今直面している問題を明確にしてくださいました。そしてそれを解決するために、船の右側に網を打ちなさいと言われました。彼らがイエスの命令に従った時に、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかったという不思議な技が起こりました。物事が順調でないと感じる時にこそ、私たちに直接語りかけ、その解決を明確に示されるイエスに従いたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、イエスに聞き従うことができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。私たちを用いて不思議な技を行ってくださる神様、今日もあなたに祈ることができますことを心から感謝いたします。今日もあなたを信じます。今日もあなたに従います。今日もあなたを愛します。不思議な技を見させてください。戦争で苦しんでおられるお一人お一人に必要な助けの手が述べられますように。コロナで苦しんでおられるお一人お一人が支えられますように。いろんなことが起こるときにこそ、不思議な技を行ってくださる神様に祈ります。今あなたの技を見させてください。祈ることができたことを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。